ベルナー・ヘルツォーク、ベルナー・ヘルツォーク、ベルナー・ハート・ゾワグ、本名、ベルナー・スタイペティック、1942年9月5日台、は、ドイツの映画監督、脚本家、オペラ演出家、ビム・ベンダース、ライナー・ベルナー・ファス・ビンダーラと並んで、ニュージャーマン・シネマの代表的な監督である。俳優・クラウス・キンスキーを起用した作品でも有名。1942年9月5日、 ドイツ人の父リートリヒとクロアチア人の母、エリザベスとの間にミュンヘンで生まれ、バイエルン州の田舎で育つ。13歳からの一時期、ミュンヘンのアパートでクラウス・キンスキーと共同生活をしていた。キンスキーは後に、ヘルツオークの多くの作品で主演を務めることになる。その後、ミュンヘン大学で歴史とドイツ文学を学んだ後、奨学金を得てアメリカに渡り、 ピッツバーグのデュケーン大学で学んだ。1962年に短編、ヘイラクレースを制作して映画監督としてデビュー。1968年には初の長編、聖の証明を発表。第18回ベルリン国際映画祭で新人監督賞を受賞した。1972年、キンスキーを初めて起用し、 エルドラド発見を目指す16世紀の南米探検隊を描いたアギーレ神の怒りを発表。翌1973年に第26回カンヌ国際映画祭の監督週刊部門に出品された。また2005年にはタイム誌の歴代映画ベスト100の一本に選出された。1974年19世紀に実在したとされる青年カスパーハウザーを描いた。 カスパーハウザーの謎を発表。翌1975年の第28回カンヌ国際映画祭で審査員特別グランプリを受賞した。1977年、ベルリンからアメリカへ移住した男たちを描いたシュトロゼクの不思議な旅を発表。タオルミナ国際映画祭で審査員特別賞を受賞した。1979年、カイダ・ブリュームルナウ監督の吸血鬼。 ノスフェラトゥ、1922年をリメイクした、ノスフェラトゥを発表。第29回ベルリン国際映画祭に出品された。本作では、キンスキーの他に、イザベル・アジャーニとブルーノ・ガンツを起用している。また、同年には、ゲオルク・ビューヒナーの未完の儀曲を映画化した、ボイゼクを発表。第32回カンヌ国際映画祭に出品され、エヴァ・マッテスが、助演女優賞を受賞した。 1982年、オペラハウスの建設のためにアマゾン川を公開する男を描いたフィツカラルドを発表。第35回カンヌ国際映画祭で監督賞を受賞した。1984年にはオーストラリアの県住民アボリジニの姿を映した緑のアリが夢見るところを発表。1987年には子供のキンスキー企業となったコブラベルデを発表した。 1991年、登山家、ラインホルト・メスナーの原案を元にした、カナダへ、を発表。第48回ベネツィア国際映画祭で、キンオゼ・ラ・賞を受賞した。以後、1990年代は主にドキュメンタリーや、テレビ映画を制作する。1999年には5度にわたって、主演に起用した、クラウス・キンスキーについてのドキュメンタリー、キンスキー。 我が最愛の敵を発表した。本作では、ヘルツォーク自身の他にクラウディア・カルディナーレやミック・ジャガーラが出演している。2001年、第二次世界大戦前のポーランドを舞台にした、神に選ばれし無敵の男を発表。10年ぶりの劇映画制作となった。本作では、ティム・ロスを主演に起用している。2005年、その2年前に死去したグリズリーの保護活動家ティモシー。 トレッドウェルの姿を映したドキュメンタリーグリズリーマンを発表。第71回ニューヨーク映画批評家協会賞や第31回ロサンゼルス映画批評家協会賞などでドキュメンタリー映画賞を受賞した。また、本作は初のアメリカでの制作となった。同年には SF 風の作品ザワイルド・ブルー・ヤンダーが第62回ベネツィア国際映画祭の オリゾンティ部門に出品され、国際映画批評家連盟賞を受賞している。2009年、ニコラス・ケージを主演に起用し、アベル・フェラーラ監督のバッドル・テナント・ケージとドラッグとキリスト、1992年をリメイクしたバッドル・テナント・デビッド・リンチを制作総指揮に迎えた狂気の行方を発表。共に、第66回ベネツィア国際映画祭の コンペティション部門に出品された。2010年、小部洞窟の壁画を映した 3D ドキュメンタリー、世界最古の洞窟壁画 3D 忘れられた夢の記憶を発表。同年、第60回ベルリン国際映画祭のコンペティション部門の審査委員長を務め、2013年、第66回ロカルの国際映画祭で名誉表彰を受賞した。2014年、 ニコール・キットマンを主演に、イラク王国の建国に携わったガートル・ウドベルの電気映画、アラビアの女王愛と宿命の日々を発表した。2017年現在、DBC ピエルの小説、バーノン・ゴット・リトル、死をめぐる21世紀の喜劇を原作とした、バーナン・ゴット・リトルを制作している。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。